いいいいいいがちょっと詰まってどうも、上ちゃんです。なかなかたどり着かなかった山口県。なんとか前回念願の秋吉堂を訪れた上ちゃんファミリーですけども、なんと前日に秋吉堂の上、地上に広がる秋吉台の山焼きがあったと聞きまして、行ってみることにしました。場所は秋吉堂の駐車場からすぐ、こちらにございます。山焼きをした翌日の秋吉台はこんな感じでございました。どうぞ。あっちはあれか、この辺もなんか焼いてないけど、この辺ぐらいから焼いてますね。すげえな、こっからずっとこれ山焼いてるやん。昨日山焼きがあったそうです。上の方がいいんじゃない？そうしようか。よっしゃ。え、すごい、何これ。全部焼いたん。これ何？すごいな。平面。これ焼いた匂いする。行こうか。うん。爆撃演習場問題ってあったんや。いくん展望台行こうや。行こう行こう。この。おお、危ない。山越えたんやけど。すげえな。山越え。カルスト台地と言います。標高300メートル前後の緩やかな大地となっておりまして、もともと秋吉台の始まりは南方の遠く暖かい海で珊瑚礁として誕生しました。珊瑚礁。うん。へえ。それから3億5000万年という長い月日を経て、海から山へ堆積しながら移動した石灰岩の厚みは500メートルから1000メートル。そこに雨水が流れて長い時間をかけて石灰岩が溶け今の地形になりました。あ、そう。芸術作品なのです。普段はこんな感じみたい。へえ、うん。あったかい格好してよかったね、展望台から。ガンダム。お、いいやん。ちょっと下見に行く。うん、下見に行こうか。行く、案内して。歩こうよ。もう別に見るもんないやん。人の家ないし。え？ちょ、え？人の家。おしゃれなカフェも。横目に。ぼ、え、大観望。大観望。あ、どういうこと？さっき鍾乳洞行ったでしょ？ホラーのあの洞窟。落ちたらあの。続いてるのかな？それはどうかわからん。あ、すっごい焼いたいい匂い。焼いたんや、すげえな。ぐちゃぐちゃよ。昨日焼いたんやって。燃やしたんだって昨日。なんで焼くんやろな。そうそう。若竹山。こういうとこ、あれに使われそうじゃない？ミュージックビデオ。それな。歌わしてよ。どんな、こうやって。未来がってこの草原、うん、山焼き機能しましたはいめっちゃ強いやめろって危ないよほんまに可愛い。あと先何も考えてない。考えてるわ。確実に当時のユイよりは考えてるお、あっちなんかあるやん。どれ？あ、本当だね。あっちもあるよ。ほら続いてんのかな。続いてるやろ。続いてるわ。おい、お前さん。あ、すいません。暑かった？まりちゃん暑い？寒い。寒いよね。子供すげえな。PK 入ります。PK タイムです。え？ PK タイム、すいません。PK タイムに？パッと食い込みました。どっち？あ、いいじゃん。PK。PK。ちょっとこのゾーン結構 PK しやすいんで。あ、用意してますね。焼いたらどうなんやろ。焼き畑農業ってなんでやるとか習った虫、虫殺すためなんでだ、焼き畑農業。これ焼いて、焼いたらさ、あれ、観光来るから。え、焼いたら観光来るから
またそういやらしい計算するやんか。なんか丈夫になるのかな。雪は降った農業じゃん。あ、そういう意味で言うと俺あの小さい時にスキンヘッドさせられた、ね、うん、あ、そうそう、そういうことやろ。丈夫になるからって言って、うん、着いた。なんかありました？マジ？あー、指輪かと思った。焦った。ずっと探していた。そう、はい、どっち？え？はい、どっち？こっちこっちや。ほら、もうこっちこっちや。いえ、こちらはと言いますと、翌朝の目的地にほど近い道の駅豊北、こちらで仮眠しました。朝の様子はこんな感じ。よいしょ。あ、見えないかな。あ、見えた。それでは出発したいと思います。これじゃないな、もう一個向こうやな。これか。いや、歩いて上がってんな。え、マジで？あ、展望台があるわけ？うん、ただの道やねんけど、ここで撮ったらいいって。じゃん、あ、どうも。おお、綺麗。どこに車止めたらいいの、これ。すげえな。いいね。すげえな、こんな道があるやん。綺麗。降りてみたいな。うん、すごい綺麗な道やな、これ。うん、ここ渡る。渡ってみようか。でも上から見る方が価値あるのかな。お、バスが行った、バスが行った。見たい見たい見たい。はいはい。あれ、何あれ、人浮いてる。なんか人に見えるね。望遠で見てみよう。うん、サーフィンや。波待ってるんじゃん。え、波待ってんねやろか。待ってんねやろ。波来てるで、めっちゃ。でも、うん、今2月末です。すごいね、やっぱ海のやる人はすごいよね。すげえやな。うん、じゃあ渡りましょうか。渡ろう、行こう。やったー。後ろから車来てませんね、これ。すげえな、雨やし、朝早いし。そう、道の駅で出会ったおじちゃんが、うん、道の駅の職員さんね、うん、雨の角島のあの大橋、うん、雨で撮る人なかなかいないから、それはそれでいいよって言ってた。行ってくる。キャンピングカー撮ったろうか、後ろから。次の旅程のこと考えたら、うん、行きましょう。ごめんって。ちょめっちゃ怒るやん。ちょ、怒ってたよ。一回だけやろ、いつも言うやん、それ。むっちゃ怒るやんって。それ何。あれは芸人さんが言ってるやつを真似してるだけやろ。憧れてんの、うん、ワクワクする。これさ、子供の時来たらさ、子供の時観光とか来てもさ、なんかへーぐらいやってんけど、うん、やっぱいいもんやね。いいもんやね、うん、大人になったらいいなって思うわ。まあ、じゃあ 3D 見れたっけ。見てみ、これ。だいぶ寄り目やけどな。あ、寄り目ちゃうで、これ透明やで。透明でやんの。違う違う、透明ってあの、あ、向こうか。寄り目と平行とあって、遠くを見る感じで近づけてくる。こうやってやるって聞いたで。こうやってやって、俺はせえへん。ギュッと元やったら遠くを見て、でその遠く見た時に像がぼやけてるやろ。ぼやけてるよ。その像を合わせに行くね。合わせに行くとかまた難しいこと。
と言うけど できてる。みんな大人になった時さ、大人になって自分たちで友達とかね、恋人とか家族できた時に思い出してくれたら嬉しいな。ただ思い出しきれへんかったらな、 YouTube 見たらええからな。あのいいねとチャンネル登録お願いな。ほんまや、その時はな、うん、子供をしとってよ。YouTube は一生残ってる。いや分からん、それは分からん。 YouTube がもうやめる。あ、そっか、分からんか、 Google がな。まあ、でも前もって言ってくれるやろ。うん、その時は残すやん、どっかに、うん、YouTube に残しといてよ、うん、OK、 渡りますよ、いいですか。あ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、ごめんね、雨の中で。うわ、すげえ、おー、渡ってます、渡ってます。後ろ、両窓開け、両窓開け、両窓開けや、全部、網じゃなくて。うおー、すげえ、雨や。ちょっと海も映していい。あ、いいよ。あー、綺麗な海。うお、サーフィンしてるもん。いいビーチやな、酔っちゃうな、見たら。危ない。手振ってくれた。ああ。サーファーさん手振った。サーファーさん手振ってくれた。かっこいい。ああ。サーファーイケメン多そうやな。多そう。すぐ好きになりそう。うん、サーファーしようかな。いやいやいや。岡サーファーって流行ったな。流行った。すごいね。今どんな気持ち？うん。下関往年で。おお、それはすげえな。すごくない？うん、歴史、ゆいまだ歴史で下関習ってないな、習ってないな。俺今鳥肌立っとうで、うん、ちょもらんまあもなっとう。それはいいな。落とすなよ。だから大丈夫、絶対右手ポンって言って、ああ言って言うやん、うん、言うと思う。カメラ今日2回落として、さっきあれやで、サーファーさんって振るときカメラ適当やったから。危ないで。危ないわ。だからで車内で子供の鼻に肘打ったやろ。でそういうパンのに車変わろうかって言われたらさ、怖いやん。信用しなあかんで、はい、おお、すごい。なんでやろな。調べてみる。夜走ってて、ちょっとなんか黄色っぽいなと思っとってんけど。黄色いガードレール、え、見やすかった。うん、わかるわかる。あ、黒いからかなと思って、電灯がないんかな。そっか、ほんまやね、めっちゃ黄色いね。うん、警戒に合わすためとか。いやーどうやろう、調べてみようか。なあ、暗いからかな、夜が。うんうんうん、夜はでも、うん、ガードレールあの分かったし、でも白でも分かるっちゃ分かるけどな。うん、下関カラーかもしれない。北のブルーみたいに言うやん。下関ガードレール、林やピンク。あ、出てくる出てくる。林やピンクはないんかな。黄色。ちょっとうるさい、無視しとるか。あ、ほら、山口豆知識、山口のガードレールがオレンジなのはなぜ。あ、山口県だけやって。あ、そう。はい、なぜでしょうか。山口県だけ。うん、夜間の街灯が少ないため。ぶ、違う、特産品が関係してます。特産品が関係してる。食べ物。うん、海産物。うんうん、マンゴー。違う、同じ色してんの。うん、同じ色してんの。同じ色してる。みかん。ビボン、夏みかん。あ、そう。の黄色にしようという発想が生まれました。今鳥肌立ってる。うん、昭和38年の山口国体っていうのが開催された時に、うん、何か特色なるものを作りましょうって考えて、うん、じゃあ県道のガードレールの色を夏みかんのオレンジ色にしようってなったのが始まりでした。素晴らしい、素晴らしい。山口でしか見れない色ということです。ありがとう。はい、めっちゃ鳥やんで、なんか100個ぐらいあるね。できるよ、下から。あ、まずそこ行こうよ、なんかブワーってなってる。あれちょっとまだ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 見ない、まだ見ない、まだ見てないね。まだ見てないの。まだ見てない。もう見た？え、こっち？うん、景色いいよ。上からの景色もまあまあいいから、そこもう見た。鳥見た。鳥見た。え、もう見てない私。もう見たん？もったいな。嘘つくなよ。見てないもん。そう、すごいな。目にちょっと見ただけ。あ、ちょっと見えたの。
目には入ってくるけど、目には入ったけどどんな感じかはまだ見てない。あ、そう、目つぶときは、あ、ちょっといいか、まんま目つぶっとうから手引いたって。お父さんの手を崖から、崖からお父さん取ってよ。ガキさん、ほら、のびちゃん怖いわ。めっちゃ上がってる。絶対のびちゃん落とされる。ありがとう。あって言いながら思いついてきた。あ、やっちゃった。邪魔なってない？なってないです。はい、もう、おうおう、はい、もうない、もうない。いいの？うん、開けるよ。うん、おお、すごいね。わあ、123基鳥居があります。携帯じゃ伝わらない。おお、やっぱちゃうなやっぱな。横っちょにそれたわけやな。うん、はい、よく来たねこっち。あ、ぐちゃぐちゃになるね。そっとそっと。おお、うん、そういうことなんで、ちょっとそっち行きましょうか。はい、うわー、あ、滑る滑る、すごい粘土質やね。子供滑って汚したやな。汚したやね。いずれつかんよ、大丈夫大丈夫。どこがつく。うわ、見て、せき止めてんの。波をせき止めてんのか。直接こういうにしてんやろな。うん、おお、大丈夫かな。危ない危ない。あれ、積み石や。うん、そうそうそう、花も咲いてる。花咲いてんの？添えてんの？あ、添えてんのかな。うまいね、添えてんのかもね。で、あっちまで、あのほら、一輪なんか下から咲いてるみたいに見える。うん、韓国どっちかなと思って。韓国あっちゃ、あの辺にバーンとあるわ。ここからこんぐらいのところに韓国や。そうだ、うん、であっちが、あの辺がから北朝鮮になって、うん、北朝鮮になって、その後、うん、ウラジオストックでもロシアの町や、うん、こういうもみあげが、もみあげのやつがここの、うん、そこにあんねん。もみあげあんねや。うん、すごい。韓国、いずれが勝手になんかちっちゃい、あの、祠に行って自分なりに思うことを思って、ほらちゃんと挨拶して思うとこあるね。上がってきました。おー、そう、あの上に、あ、見たことある。おー、すごい。あー、惜しい。こんなん行けるもんかな。結構真下に行かな。あ、行くで。あー、あかんわ。500円なんて入れへんちゃうか。500円、軽いんか。俺もう無理やわ、多分入る気がしない。うん、コインの空襲警報。あ、いた。フック、あ、ちった。結構痛いでこれ。あた、あた。あた。フック、フック、あ、ちった。結構痛いでこれ。フックの負けでしたぞ。あ、僕の頭が
見ちゃうのハーフミンだ。腕はい、ああまあこっち見て、ここにありました。ここで見える向こうは難しいことして叶うけど、こっち簡単で叶うで。簡単な方いったってこと、あの手堅く高登ったらあかんよね。うん、多分無理やって。みっちゃんが痩せますように私の肌が私の肌がカサカサなる。はい、どうぞ。次つぶやいてよ。ちょっと大きい声言ってみて。いやや。カサカサ違うって。コソコソしていいよ。いた、ゆうちゃんいっといで。アイドル系は無理なもん、絶対。大きくなったとか何でもいい。今の願い事でもいいし、将来のことでもいいし、何でもいい。はい、つむちゃんも行っといで。これこういう時だいたい 3,4 人言うねん。これカサカサって。いいよ、まあカサカサ治りますよ。はい、最後パパ。パパいいの。あ、すいません、お先です。すいません、待ってます。はい、はい、痩せます。奥さんが優しくなりますように。あー、でかい声言ったな。あ、聞こえちゃった。コソコソや言ってね。すいません、お待たせしました。俺もお参りしてないじゃん、さっき。うん、さっきさ、お参りもせんとさ、願い事さっき言った。バチ当たんで。バチ当たんで。あれ、なんか詰まってる。あれ、あ、すいません。なんか詰まっとったで。いいよ、もうそれそれで。それ詰まってていいよ。はい。うん、そういうことは、詰まらなくないってことや。そうや。はい、お礼、お礼して。はい。くじしに行くぞ。くじどこにあんの？こにあんの。こっち？おみくじやって。ほんとだ、50円。パパ、パパ小銭持ってる？俺、うん、持ってない。持ってない、うん、2つしか買えない。50円もないよね。500円だったらあるんだけど。うん、あ、これで代表出たらやばいね。うん、無理や。よし、俺は絶対運がいい。ここ多分大丈夫ない。みんな上手だよね。うん、さっきの一応あの大降りた人、女の人綺麗に真ん中にいい高さで入ってたもんな。上手。大吉。あ、おめでとう、いくん。大吉です。大吉でしたか、おめでとう。はい、え、まいちゃん、もう一個上上がらんでいいのかな。それ、はい、行こう行こう、上行こう。おめでとう、吉。いいよ。ママ行こうか。はい、行こう。はい。おー、すごい風がすごい。よいしょ。膨らないの？大吉やろ。うん、持って帰る。よいしょ、よいしょ。着きましたね。来たか、ここまで。ついに来たで。もう秋吉堂で達成したんやけどな、俺の目的。え、だいぶ強欲やけど。まあ、ネットで調べて観光地名所を調べてたら、知らなかっただけの場所がたくさん、有名な場所があって、うん、ああ聞いたことあるわ、ああそうや、ここがそうなんやとかいうのがあったんで、ちょっといろいろ回ってるんですけども、そのこれ最後になりますかね、時間的に。はい、松下村塾、うん、歴史的なところは、ちゃんと勉強しなかったんで分かっておりません。ここがいいんかな。乗用車無料、うん、乗用車無料か。 Google 先生に歴史的なところは聞いといたけど、うん、ね、うん、車乗り入れ可能ですね、乗用車無料。すごいね。はい、でちょっとまあ相手力を止めていきたいと思います。そこ、あそこ浄化槽やから、まあ、ありますよね。はい、こっちの方がいいかな、うん、お屋敷あんな形やったで。うん、昔はこんなんあったん。いや、わかんない。あったかもしれへんし、なかったかもしれへん。びっくり。羨ましい。あれ、これかな、ちゃうな、わかんない。え、その民家やったわ。中やろ、絶対中。ごめんなさいね。民家多いちょっと、いいねんけど。中に、いや、素敵な家だなと思って入っていったら面白いね、うん、ガツガツと。
ここが塾ですかと。そうそう、入門生紹介入ってすごい親だな。親な。どこだろうね。松陰神社。ん？松陰持ってきた？あ、御朱印いる？神社から。持ってきたこか。そうやな。松陰？ばあば。松陰。高校。高校。え、すごい。ん？神社なの？歴史館みたいな。いや、多分こっちだね。松陰神社。なんか合ってる？なんかさ、うん。見たな。花火で見た。うんうん。あ、順路があるの？すごい、うん、学びの道だって。ゆいちゃん、これ持って。今は間違ってる。どうしたの？いやいや、持っててくれる？あのね、見て、この人誰？その人が吉田松陰先生って言って、うん、すごい昔偉い人がいっぱいいたでしょ。その人たちを教えた先生。体育の。何したの？あ、入っていいんかな。ここじゃないやろ。あの吉田松陰さん。え、俺は分からん。え、確か関係あったで。モーリー。マリペディア。モーリー重隆さん、吉田松陰。あ、そうですや。11歳の。吉田松陰が11歳の時に毛利高近さん、重隆さんじゃないな。ただいまってさ。だってあれやん、その時代みんな低かったやつ。そうそう、ゆいちゃんなんか多分巨人やで。そうだ、うん、そんなことないし。なんか、なんだか、なんだか別にそんなことないし。多分いずるぐらいじゃない、みんな140とか150。それは言い過ぎやろ。150ぐらい。もうちょっとある。それはだってもっと前やわ。あ、そうな。うん。これぐらいはあるか。160はあるか。無理やろ。行きましょう。行きましょう。さすがイズル。仕切り、仕切りを。こっち来たよ。いや、こっち学びの道をちゃんと守ってくださいよ。はい。すぐ楽しようとするから。こちら行きましょう。どれがどれか分からん。ひょっとしたらあの車止まってるとこそうちゃうかとか思うの。いや、書いてあった。これ、これじゃないかな。あ、これそう、うん、まあ、これ裏から見てもいいの。思考して苦心不死を持つ。もっとも。もっとも。やった？うん、やった。どういうこと？分からん。分からん。大好き。いやいやいや、ちょっと、あ、ほらちょっと塾行きたいんですけど。すいません。早いも遅いもな。お、杉家。待って、入っちゃダメ。入っていいんかな。吉田松陰のお家。マジ？生まれたお家や。いや、塾のすぐ近くであんねや。っていうことやろな。誘引の旧宅か。ん？また俺ら間違勝手なこと言うから。うん。ちょっとやめてよ。やめてよ。見ちゃう。ほら、この建物は松陰のお父さんの旧宅。え、松陰って小さい。うん、松陰さんの小さい時住みたいお家。このお家？すごいね。いや、僕たちの家の3倍ぐらい。え、すごくない？こんなの見れるって。あ、これって本物？本物？本物。ある程度修理してると思うけど、例えばここを触ってたかもしれへんしとか思ったらすごくない？うん。ね。
ございました。お疲れ様でした。水木金土と広島山口来まして、最初は一般道だけで行く予定だったんですけど、うん、無理でしたね。遠すぎて遠かったな、うん、4連休はできるだけ有効に活用するためには、うん、高速道路は絶対いるか、いるな、うん、時間をやっぱね、うん、有効に使おうと思ったら、うん、で予定組んでなかったんで、ね、今日だからこの間泊まったのどこやったっけな、道の駅さんで仮眠させてもらったりっていうのが多かったんですけど、うん、前もって予定組んどいて RB パーク予約しとけば、まあ、電気の心配もなかったなと思ってね、うん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 、そういうのもちょっと思ったんですけど、あともう一つ高速使っといたらちょっと足伸ばしたら九州初上陸もできたんかなと思って、できたね、楽しみやったんですけどね、うん、まあ時間の問題で、そうね、はい、標識に九州が北九州が出てきた時にうわーと思ったね、思ったまたこっち来たいですね、うん、うん、また来れるよ、はい、そしたら北九州行きたいですね、まああとはライトキャブコンの中片付けて、そう、それも課題いっぱい課題が出たね、うん、細さんとこの車買わせてもらって一番良さそうな気はしてきたなまあレイアウトはちょっとね、だいぶいじってんで、だって、うん、家庭用エアコンあったし、うん、マルチルームにトイレがあって、さらに後ろ常設にダンベッドので、コンセントがありまくり、うん、必要やなと思うところには全部コンセントつけてくれてるんで、あれはめっちゃいい車やな、うん、で常設にダンベッド登る時のはしごも取り付けてくれてて、うん、そう、優しい車やった、うんうん、あれは面白いなと思いましたね、うん、買ったら何ぼで売ってくれるのやろな、何の話してるのまあ子供たちが大きくなってきてるからね、うん、ちょっといろいろ、そう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 、あの不便なところは出てきたね、まあね、うん、うん、まあ常設にダンベッドが人気の理由も分かったし、なんかね、そうそう、分かった、うん、分かった、大きいの買われへんしな、うん、それはちょっと、うん、あとうちの使い方がこれ一台やからさ、うん、あんま大きいと取り回しがな、うん、それはあるな、だからライトキャブコンぐらいがちょうどいいかなと思ってるんですけどね、いいと思うよ、うん、あと今回の旅キャンピングカーにほとんど出会わなかった、そう、日清はね、うん、あんま出会わなかったですね、出会わなかった、で結構見られる、あ、キャンピングカーね、すごいジロジロ見られたね、めっちゃ見られるんですよ、うん、あ、うん、だからまだそういう意味で言うと日清の方っていうのはシェアがあんまり広まってないブルーオーシャンかもしれませんね、うん、うん、そうそう、そんな風に思いました、はい、また旅行したいな、また行こう、はい、ということで、うん、以上上ちゃんでした、バイでした、またバイバイ、バイバイ。